ってきたんか。うん、寂しいやからな。演劇する人間がこれでどないするんよ。うん、ずっともやってるんだし。そうやな。何、なんか手伝おうか。うん、今日ただの集金、断票な。ここで待ち合わせしとんよ。うわ、やばいな。もう朝よ、これ3ヶ月も払ってないで。ちゅうかもう、引っ越しして貯金がもう25円しかないんやけど。25円?いや、ほんまに。それ大丈夫な?いや、給料日までは暮らせるわ。うん、生きるわ。生きるんやで。あのさ、今日な、美咲ちゃんが来るよ。そう、これあかんやん。やっぱり、あかんか。何や、美咲くんの。出勤か。おう、あと30分はけえへんと思うし、もう帰る。いや、美恵さ、美咲に引っ越し先とか教えた。いやいや、言うてないよ。ほらって言うなって言われたらしい。引っ越ししたっちゅうことは。いや、でも村橋くんが言うたかもな。あのメガネだったら言うわな。言いそうやな。いや、私は言うてないよ。ほなけど、あんたが自分からいろいろ喋ったやろ。いろいろ。うん、すっぺらこっぺらと美咲ちゃんのこととかさ。すっぺらこっぺら。うん、最近って打ち上げあったっけ。うん、美咲ちゃんが来てないよ。2月の…あ、15日や。翌日のバレンタインデーのな。あれな。あんた、あんたな、舞台が変わってないのに打ち上げだけ来るやめ。寂しいんですよ、私は。あんたの舞台だけだろ。もうほら飲みたいよ。ずっと我慢しとったんやけど、お酒好きやし。ほら、わかるけど、健康体になったんやけん、芝居に関わるとか舞台するとかちゃんとしたらいかん。あー、待ってな。女の子から手作りの手紙付きであんなチョコを渡されてみ。いや、ほなけんって言うかな、村橋くんに。いや、ほなだけど、まあチョコの仕組みとか手紙の内容のことは一切言うてないよ。だけど引っ越しするかもみたいなことは言うたな。村橋に言うてしもたわ。おいや、アホ。美咲な、引っ越しした先のマンションまで来た。いつ。昨日。これで会うたん。まあ来たら会うしかないわな。まあな。だけど女ってすぐ分かるもんなんや。だけどあの子賢いけんな。ええ子なんやけどな。もうええんちゃう、つけようたら。いやー、だけどまあムラムラはするけどさ。あんたまた下がっとん。ほら、もう毎月のことで便なんか。いや、便利なんか、生物学的には。多分あの子孫を残そうっていうあれ的な。まあ倫理的にはいかんからな。ほなけん、ここでぼーっとしよんよ。まあお酒飲みに行ったらあんたよな。じゃあ。めっちゃ嬉しそうやな。お前キモい。え、ほんまって、吉田さん、私のこと嫌いになりました？大嫌いじゃ。集金部払ったら帰り。うん、そうやな。とりあえず集金しようかな。はい、はい、じゃあ確認させてもらいますね。美咲ちゃん、これ多い、滞納してないよ。あ、藤田さんの分です。え、藤田さん3ヶ月分滞納してるでしょ。え、そう、私誰にも漏らしてないけど、会計としては。いや、さっきそのみえさんの紙に書いとったですよ。はぁ、お前なぁ、ちょ、調べんの。え、ちゃんと滞納したこととか。それはさっきみえさんの。今見た。はい。これだったらなんであ
な封筒の中お金入っとんの？先に見たんだろ？私のこと好きとかほんなんはどうでもいいんよ。引っ越し先とか。なんでいちいち調べんの？心配なんやろ。心配だったら何でも調べてええんかい！あのね、主治医からも OK もらってるの。だから貯金なくなるまでお酒飲んだりしてるんでしょ。そんなわけないで。なくなってないよ。なわけないで。25円は？冗談やって。25円しかないんですか？そんなわけないで。今何本あるんですか？500円。いや、給料日まであと10日あるから大丈夫よ。本番が心配なんでしょ。もうだからそんなこと心配とか言うけど、人のさ住所勝手に調べたりとかさ、劇団員のな何やなんていうのあれ、あの個人情報調べたりとかさ、どうなんこの子。心配しとんよ。ねえ、それなもう貸してあげてよ。いいです、藤田さんの分で計算しといてください。うん。ほら、あかんって。いいんです。まあ、しばくよ。ほな、あんた、自分で払えるんで。妖怪を採用したら、やめてもらうよ。うそー。吉川さんがそうやって言うてたわ。あんたも病院から OK 出たんだろ。いや、まあ、仕方ないか。仕方なくないです。あ、まあ。演劇やらな死ぬわけでなし。まあ、一遍死んだ僕が言うとるんですわ。ここへの出入りもやめてもらうよ。ほな、私もやめます。ほらな、ほらな、こうなるんよ。私のアドレス消して。ちゅうか消すわ。私は出して拒否ってもいい。それぐらい罰受けてよ。罰って？嫌いになるよ。消去して。押して。携帯。はい。美咲のあれであれしといていいみたいやから。ありがとう。これからも劇団員としてよろしく。
はい。どうせ村橋からあれだろ、聞いたんだろ。断臂隊のあの人、いろいろ聞いてくるんです。藤田さんとのこととか。好きなんちゃう、美咲のこと。もういいてね、男の子で。嫌です。嫌です。なんかもう、ぐしゃぐしゃ。ガンは大丈夫なんですか？いけるよ。オッケー、もらってるし。それでも酒ばっかり飲んでていいんですか？いや、あの時打ち上げの時ばっかりやからな。そんなお酒ばっかり飲んでるように見えるかもしれんけど、毎日飲んでなんかないよ。心配なんですよ。心配ってこっちが心配じゃ。一回病院行きな。お薬もらったらええやん。そんなんじゃ治らないんです。お薬飲んだらな、だいぶちょっとはマシになるよ。柔らかくなるよ。藤田さんも病院行ってるんですか？いいや、私はムラムラするだけやから。ムラムラ下がってくるな。どっちかって言うたらひいき肉の方好きかな、やっぱりね。そうやな、ブロックも贅沢な感じはするけど、藤田さんがいいです。そっか。そうなんです。変えて中華とかこっちもいいかもね。うん、あ、鍋とかもええな。冬場は寒いしな。あのな、この手のな、指をな、するんをな、やめてくれ。あかん、これはあかんよ。さかりますか？おでんもいいね。かかります。私でも？お前でも。何が好き？おかかな。そのおかかもええと思う。お前っていうのやめてください。飽きまへんか？あ、そうそう、海苔ってさ、焼き海苔派？飽きまへん。
こえる？何でしょう。吉川さん、あんたのドンピのことでさ。ああ、美咲が払ってくれたもんね。えいえい。はい、美咲ちゃん、靴。はい、美咲ちゃん、靴履きましょうね。偉いです。私も帰ろう。ああ、吉川さんが台本できたら電話するって。見せき抜きで書いてって言うって。お前中ぐらいしたれよ。ほんまに25円じゃ。
けたら閉めろよな。そうやな。ねえ。まあ死にゃせんだろう。